最後にスポーツコースサッカー専攻の様子です。指導者のもと、サッカーを通して主体性や協調性、コミュニケーション力を育みます。競技力だけでなく、挨拶、礼儀をベースとした人間力の育成に力を注ぎ、スポーツだけ秀でていることよりも心、理、体のバランスの取れた人間性豊かな人材を育成します。次のステップに対してですよ。次にはこういうプレーができたらもっとさらに楽しくなるよということを、伝えて、それができなかったことができるなっていう、それを体験することで成功体験になりとか、できなかったことを一生懸命頑張ってなかったら失敗を繰り返しながらトライしていくというところが、失敗体験から学んでいくっていう、達成した時の達成感というのはお金には変えられないものなので、何かを与えて、答えを与えて、すぐに分かったりになるというのは何かを考えます。以上で未来高等学校沖縄 IDA 高等課程の学校紹介を終わります。覚えてる？